はい、3月17日水曜日、マイクオスノーリゾートです。時刻は9時半を過ぎたところです。天気は曇りに見えるんですけれども、微妙にわずかに、雨が降ってます。小雨ですけどもね。で、これ天気予報を見た、私が見たサイトでは、曇りということで、他のサイトも見比べましたら、曇りのち時々雨みたいな感じでですね、今日曇りなのかという感じで来たんですけれども、朝からもう目に見えて、そしてポツポツという感じではっきり分かる雨でしたね。そのためですね、板はものすごく走ります。気温もですね、そんなに暖かくなくというか、むしろ寒いんですけれども、こうグローブ外して素手でいると結構風が冷たいんですけれども、緩みもですね、それに伴って遅いんじゃないかなと思います。11時くらいまでは、ある程度の下地、しっかりした下地の中でこう楽しめるんじゃないかなというふうに思います。という感じで、あと雪解けですね。ちょっとさすがにこう進んできたなっていうのを目で見て感じます。日々ですね、同じ箇所をこう見ていくと、川の上だったり、やっぱり雪解け早いですし、あとは急な斜面のところですね、前層雪崩といいますか、雪の層がまるっとこう雪崩るというか崩れるというかですね、スライドして、そこからですね、どんどん雪解けが始まっているという感じで、木々もですね、空に向かって、体をこう起こしているような感じで、雪山ではなく、今の雪なし県といいますかね、雪がないところの地域では、新芽を見るのはもう珍しくも何ともないかもしれないですけども、この山でも、新芽っていうのが、こう出てる木もありまして、ちょっと珍しいというかですね、これを見て、春だなという感じに、なってます。で、今ちょうどこうパトロールの方ですね、どうしても、春になるとこうゴミなんかがこう浮いてきますのでね、それをいろいろ取られてるという作業をされてましたね。はい、そんな感じで、今ですね、ちょっと興奮冷めやらぬというか、今年2回目の出来事があったんですけれども、それはスノーボードを流されたお客さんいまして、ちょうど私こう滑ってた目の前をですね、ものすごいスピードでこう板が流れていきまして、先ほど言いましたけども、この雨、小雨の影響もありますので、かなり板速いんですよね。もっとぐさぐさザクザクの雪だったら、多少ブレーキというかブレーキ要素かかって、遅いんですけれども、今日はものすごく速くあとは、お客さんいないでよかったですよ。朝の早い時だったんで。いやー、あれも本当、座ってるお客さん人にこうぶつかったら、いやー、考えただけでちょっと気分が落ち込みますね。で、ちなみに今日で2回目なんですよね。並走して、その流れる板と並走してキャッチしたっていうのが。で、板を流した現場、流れてる現場見たのはもう5回6回じゃ済まないのかな。そんな感じでですね、朝からちょっと無茶をしたといえば無茶をしましたけれどもね。はい、ちょっと後半、ゲレンデ情報じゃなくなりましたけれども、そんなことがありましたということで、終わりにしたいと思います。ということで以上